はっは、へっへ、はっは。はっはっは。ヤマハの AG06 ってやつをちょっと買ってみたので、音出してみます。あの、配信用のやつで、なんかいろいろな、便利な機能がついてるみたいなので、はい、結構やりやすくていいので、ちょっとエレキをつないでみます。直で、エフェクター、リバーブとかちょっと通してかけてみますね。いつもなんかこうマイクで拾ってたんですけども、その iPhone のマイクで拾ってたんですけども、なんかこう超通すと結構クリアに取れるなと思って、はい、このミキサーから直で iPhone の、下に挿して撮ってるんですけど、センターか、でリア、マイクはコンデンサーマイクをつないでます。最近買ったこのボスのリバーブの RV6 ってのが結構いいので、ちょっとやってみますね。フィードバックですね。これがタイムか。すると古い感じとか。
シマウが結構いろんなシマウがあるんですけど、これ結構使いやすいかなとか、この高い音が出るやつはちょっとやりすぎな感じなんですけどね、これ絞って低音側の方にすると結構なんか長いホールリバーブみたいな、でなんかうっすらとこう高いセブンの残ってるような感じが、このぐらい上げると結構
キサーの方なんですけど、マイクの方も今素のやつなんですけど、エフェクトがかけられる感じになってて、例えばコンプとか、これ今コンプかけたんですけど、はい、はっはっは、あとリバーブも、かけられますね。パソコンの方でこう設定はするので、その場ではちょっと今 iPhone につないじゃうとできないかもしれない。パソコンにつなげてやる分にはリアルタイムでできますけど、これだと一回 iPhone から外してパソコンにやって、でまた設定し直さなきゃいけないみたいな感じですね。他のモードも、これがモジュレーター、モジュレーション。全部真ん中で切り替えていってみましょうか。これがモジュレーション、一番上のやつ。その下がスプリング。ホール、ルーム、次がダイナミック。で、さっきのやつに戻りますね。シマーとディレイが下の2つか。Thank you.
Thank you.